あすごいなんかラジオなのに見てねって、確かに見てねって書いてあった確かに、でも見れもできますよ。そうです、見れもできるんですよね、はい、夜の11時から NCT コネクトという無料アプリまたは NCT テレビで放送されます。はい、見てくださいよろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは、こんにちは。喋り会3、4、5部が終わったんですけど、ありがとうございました、来てくださった方。はい、あ、すごい画面いっぱいウォッチングします。ありがとう、ウォッチングしてください。遊びに来たよ、ありがとうございますなたんこぼしたのって、こぼしてない、こぼしてないけど、うどんだけで足りるの、うどんだけで足りるかどうか。卵もついてます。それは卵もついてます。どうかな、あ、何してます。冷たい、冷たいかも、冷たい。違う種類のうどんが来た。あったかいのも見たい。うん、それあったかいの。そう、あっ、熱い、そういうことか。あったかいのも、あー、でも冷えててもいいかな。一緒？熱いか冷たいか。あ、そういうこと。これ何？半熟？茹でたの？うん、半熟。待って、どっちがいいですか？あったかいの。どっちがいいんだろう。あったかいのに唐辛子をいっぱいかけたい。あ、待って、冷たいのも。おー。食べました。いただきます。マリノ姉さん。頑張ってね、ありがとう。卵割る、卵割る音がした。いただきます。めっちゃ聞こえる。はい、大丈夫。冷たいのと温かいのどっちがいいかな。あ、ほんと冷たいのにしようかな。いらっしゃいませ。すいません、はい、あ、はい、こいつです。あ、ありがとうございます。すいません、卵ついてないんですけど。冷たいな。卵と箸と、なんかいろいろついてる。こちらでいいですか。はい、ちょっと気をつけてください。はい、すいません。おにぎりが届けてくれた。あ、おにぎりは大丈夫。はい、すいません。ななみも着なよ。声でっかくてびっくり。ウケるんだけど。あ、出前が来ました。そうそうそう、ななみです。カベミンのミン。いい、そう、面白くないよ。確かに出ないよ、これ。また巻き返して、コメント。でもありがとうございます。昨日は本当に楽しかったです。昨日はね、あの、特別公演でした。はい、はい、そうです。楽しかったです。楽しかったです。ありがとうございます。カベミンですね。おもろ。ね、サーヤのひまわりよかった。え、本当ですか。え、やった。なんかさ、めっちゃさ似合ってたよね、あの服。めっちゃ似合ってた、超嬉しいんですけど。衣装の感じとか、本当服とか、本当に似合ってた。嬉しい、ありがとうございます。やった、初めてだったんですけど。めっちゃいい曲だね。いい、いい曲、いい曲、いい曲。わかる、あのいい曲あったんだって。大好きなんだよね、私、あの曲。あ、そうなんですか、うん、めっちゃいい曲ですよね、歌詞、うん、めっちゃいいなって。2番も聴いたんですけど、うん、よかった。いつもなんかソロでやる時とかも候補に上がってるんだけど、候補に上げるんだけど、いつも選抜落ちしちゃう。そうなんですか。曲でも、じゃあいつかはやりたいみたいな、うん、いつかやりたい、絶対似合いますよ、日向さん。こんにちは、こんにちは。こんな感じですか。あれ、これ、待って、ナナミまだ選んでなかったの。え、ちょっと迷ってるの。いいのかな。いいよ。どうしよう。でも見てください、うん、うどん2個に対しなぜか卵1個しかないっていう事件が起きて、あったかいのはつかないね。分かん、あー、なるほど。じゃあいいよ、変わんないんじゃない。いいよ、なかったら冷めれば同じだし。そう、なかったらなかったでみんな美味しくいただいくよ。嬉しい、うどん美味しい。え、うどん良くないですか、うん、最近うどん嬉しい。よいしょ、食べよう食べよう。よいしょ、
お腹空いた。お腹空いたね。ね。美味しかった。めっちゃ筋肉痛なんだけど。わかります。なんか肩と、なんかどこだろう、この辺とか。あ、同じですか？ですよね。やっぱり。なんでだろう。なんなら私は昨日公演が終わった時から、はい、終わる前からもう右肩が重すぎて痛すぎて。なんでだろう。なんかでも肩痛いなって思ったんですよ私も。これなんか起きた時にめっちゃ痛くて、なんか寝違えたかなって思ったら結構みんなそうだったって。ね、みんなの。あ、やばい、つゆが死んだ私。日向さんの席めっちゃ汚した。拭きます。拭きます。すいません。すいません。いや、大丈夫です。拭きます。ごめんなさい。ごめんなさい。罪だよ。罪だわ。やばい。どうしよう。つゆで。ごめんなさい。ありがとうございます。すいません。申し訳ないです。つゆの匂いが。つゆの匂いするところで私は一回するんだ。さあ、影響するわ。キャッ、あ、やばい、影響しちゃう。やばい。もしかしたらちょっと画面越しにつゆの匂いがしちゃうかもしれない。私のせいです。4DX。そうです。4DX なんで。最先端？ん？なんだ。最先端。あ、それだ。最先端なんで私たちの。最先端ですね。喋り会三先端。言われないな、さすがに。いいですか、これ、うん、いいよ。ご飯食べたい。食べよう。配信してる。あ、はい。うん。ねまりお腹減ってる？お腹空いてる。食べようぜ。香りがしてきた、はい、でしょ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 。はい、これ。よいしょ。唐辛子を入れたいと思います。唐辛子は食べたことない。え、そうなんですか？美味しいですよ。全部入れて、うん、食べようと思います。全然ついてなかったです。嘘、みんなついてる。うん。あ、でも日向さんが使わない、うん、でも使わない、使いませんか、うん、いいですか。ありがとうございます。食べようと思います。じゃあこんな感じです。うん、あ、今日はじゃん。あ、そうだ、頑張れって言われてた。もう始まってる。うん、あ、今日生誕祭。そうや、あいちゃん、そっかそっか。おめでとうございます。うどんに唐辛子、そう、なんかついてた。うん、食べよう。うわ、マジお腹減ってんのよ。え、これ、どういうこと。うどんじゃない。なんかでかいね、お皿大きいね。しっかりしてる。おいしい。おいしい。お金めちゃみね、ありがとう。かわいい。のえさんの入れ方面白くないですか。それ、そうやってさ、入れるとさ、ベチャーってなる。じゃあ何、どうやって入れるの。箸で、箸でゆっくり入れて。マリナやってよ。かわいい。これさ、何これ、うん、うどん。あ、肉うどん。ん、肉なくない。あれ、かけうどんだよ、かけうどん。わかうどん、わかめうどん。わかうどん。でもここにはさ、ここにはさ、あれ。あれだって、ね、箸見たとき、やったーって思ったの。全部入ってんのかなと思ったの。全部違う。いただきます。確かに。面白い。今日は先輩多い部屋。うん、でもメンバー一緒ですよね、毎回、うん、みんな同じ部屋って感じ。うん、なんか私だけなんか王様席みたいなところにいるっていう。やばくないですか、一人だけ。あそこ、あの朝ゆうちゃんがいた。うん、私は引き継ぎました、そこ、うん、いい感じ。
ひなたさんがいつも横にいる気がする。確かになんかおしゃべり会の時毎回一緒にやってますよね。なんだかんだで。確かに。でも今日は今日のひなた祭りはさやがゲストに来てくれますから、見てください。ぜひ聞いてください。聞いてください。なぜかギターを持ってるっていう。うん、でも私ね、はい、ギタレレ始めたんですよ。ですよね。知ってますよ。え、コラボしましょうじゃん。なんかギタレレ、はい、なんかあの日向のお二人からいただいたんですけど、はい、ギタレレってギターとね、なんかさ全然わかんないの。なんか何にもわかんないまま入って渡されて入ってもらって、なんかこことここを押さえたらジャーンってなるから、その次こことこと。押さえてジャンって鳴らしてっていう風に言われて、そのまま持って帰ってきたから、なんか何が何だか分かんない。それでよくできましたね。だから、うん、チューニングハッシュタグとはな感じだし、そうなの。確かに。でもすごいですね。自力でやったってことですか。すごい。だからなんかしかもなんかギタレレをもらったから。なんかギターと果たして何が違って何が一緒なのかが分かんなくて、なんかコードとか調べてもなんか一緒のような違うようなみたいな感じで。どうなんですかね。私ギターレレやったことないから、どうなんだろう。なんかいまいち確信が持てなくて、うん、一緒なんですかね。そう、分かんなかったの。一緒なら全然教えたりとかできるんですけど、どうなんだろう。可愛いですよね、ちっちゃくて、うん、コンパクトで。ひなたん絶対音感ないの、絶対音感じゃない。わかんない。キラッキラなんだよね。いつかツインギターで結構、やりたいね、やりたいね。やりたいですね。本当だ、美味しい。うん、うどんマジ美味しい、ね、なんかさ、暑いからさ、ツルツルしたもん。うん、わかります。めっちゃ美味しい。ラーメン部副部長としてはそこら辺どうなんですか。何も聞いてない。そうですね。うどん、うどん、きたれで。ちげえよ。うどんだよ。おいでおいで。私たちもラーメンをさっき言うね。ラーメン食べてる、やっぱり、はい、副部長だしね、意識高いわ。見ててください。太麺なの。あれ、太麺な、太麺だね。ま、ごめんなさい。うどん美味しいです、やっぱ。早いな。揚げ玉美味しくない？美味しい。大好き。美味しい。今日の日向祭りは、うん、私も出ます。出ないよ。そう。出ないか。でもその前ね、出てくるやつ。そうですね。あ、そうだね。はい。そうなんですよ。なんだっけ、なんか書いてたよね。はい、短歌。うん。それだ。うん。ひな短歌来ました。いいな、うちも短歌もやりたいな。うん。うんうんうん。短歌やりたくてもう一人いるから。お、うん、短歌。もう一人。解禁されてますか？あ、よかった。出るのはよくないと思う。でも、でも大丈夫。楽しみにしてます。うん、知らせて。ななみの短歌おもろかったよ。嘘っておもろかったよ。本当かどうかわかんないあたりの早そう。ありがとう。よかったじゃん。で、でも収録の時、日向さんだけずっと笑ってくれてたの。私が読んでる時よかったね。
かった。ナサさんだけ。ナサさん見たよね。え、見ましたよ、私ずっと見てましたもん。やばい、めっちゃやばかったですよ。楽しみ。やばいですか。楽しみ。黙々と食べてらっしゃるけど、やばいんだよ。面白かったですもん。うん、なんかさ、私さ、全然話変わるんですけど、うん、ラーメンは全然余裕ですすれるんですよ、はい、でもうどんって太麺すぎてすすれないんですよ。わかります、それ。確かに、すすりにくさはありますね。確かに、ラーメン、スロスロ、うん、どうって進めるのかな、うん、ちょっとわかんないですけど、全然、うん、すいます、ラーメンすすれるさ、すすれる時とすすれない時がある。何の差がよ、わかんない。ラーメンも醤油ラーメンはすすれる。なるほど、味によって味によって変わるのね。まあそうですね、味によって変わる。ラーメンとうどんどっちが好き？でもな、どっちも好きなんだよな。でもなんか常に食べたいっていうか、なんかなんだろう、いっぱい食べたいとかはうどんかもしれない。けど、たまにがっつり食べたいっていうのはラーメン。わかんない。確かに。でもどっちも全然一人で食べに行く。いや、私もです。うん、全然いける。美味しいよね。うん。この間も、この間、スモアの、レッスンした後に一人でバンダイでラーメン食べた。すごい。 いや、でも分かります。一人まるまるの話しましょう。じゃあ、うん、いいよ。え、一人、うん、焼肉とか行けます？行けます。行ったことはないけど、私マジでこれに関しては、はい、自分最強だと一人まるまる最強、はい、焼肉、ラーメン、カラオケ、あと映画、あと旅行、あとディズニー。あ、それはすごいです。一人ディズニーですか？はい、一人ディズニー行ったらもう最強の一人まるまるリスト。そういうのなんて言うんでしたっけ、一人で乗る人って。何でしたっけ？シングルライダー。それです。え、だってさ、一人で行ってさ、日向さんが来たらやばくない、そういうことですよね。3人で、アトラクションでしょ。友達3人で行ってさ、1人余ってさ、1人で行ってた時はアトラクション、最初の方はなんか乗ってたけど、はい、あとはなんか全然ショーとか見る専門になってしまったので、あんまりシングルライダーはやらなくなったけど、でも やってた。シングルライダーだと早くなれるから。あ、そっか、確かに。そうなんだ、ラッキーと思う。ね、すごい。一人ディズニー。一人で乗ったことあるのは、はい、スプラッシュマウンテンと、結構いかついの乗れる。あと、インディーン・ジョーンズとタワー・ブテラ。ちょっとスプラッシュマウンテンがすごい。すごい。なんか、結構暗い、インディーン・ジョーンズで結構暗くないですか？うん、だから、うん、まあまあ。インディーはマジで誰でも一人で行けると思う。で、ずっとこうなってる。タワーブテラーもまあ暗いじゃないですか。まあね、多分。スプラッシュマウンテンすごいです。もうカメラに撮られてたらもう一人で。わかる。あそこの外の景色わかる。でも以前 NGT にいて、私のマネージャーしてくださってたスタッフさんがいるんだけど、はい、その方めちゃくちゃディズニー、夢の国めっちゃ好きで、なんか今もなんかすごい一人で行くんだけど、すごい。そのなんか
タイムスケジュールみたいなのをその別のスタッフさんになんか行くたびに送ってきてくれるらしくて、それ見るとなんか一人で行ってて、ね、なんかスプラッシュマウンテン1回目とか、あとなんか美女と野獣1回目何時何分、何時何分に2回、何時何分に3回、何時何分に4回、すごい、なんかガチすぎて乗り物アトラクションにガチすぎて、へえ。行ったことないな。すごい。私もまだ、ね、ちょっと強いな、それは。じゃあ、うちらで。ユルノ国は意外と一人でも全然、なんか入っちゃったら、なんかもうみんな夢の国の住人だから、確かに。なんか幸せは平等に落ちてるのよ。ああ、それは。確かに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 。まだまだだった、まだまだだわ。でも一人旅行とかはしてみたいです。わかる、わかる、いいよ、ね、うん、私は一人海外旅行してみます。すごい、確かにのんびりできそうですよね。私、うん、自分の好きな時に本当に、うん、好きなようにできちゃうから、うん、なんか私一人 旅行は、うん、なんだっけ、役年って何歳の時だっけ、18か9、うん、なんかどうだった、9かな、あれ分かんない、分かんないです。その時に一人で京都行って役払いしてきた。楽しそう、楽しそうっていうか、一人旅行いいですよね、うんうん、一人旅はね、あの迷子になっても迷子じゃないので、あ、そうですね、確かに、はい、確かに確かに確かに、確かに、それは大きい、全然余裕なんですよ誰にも迷惑かけないっていう、はい、それはいいですね、うんうん、あ、一人新潟3泊4日なんだ、うん、素敵、ありがとうございます。いいね、新潟楽しいですよね、うん、新潟には一人で行きます。そうか、そうだよね、でも公園とか来てくださる方は一人でね、うん、来てくださる、確かに、ありがとう。なんか何にも一人で何にも本当にプラン立てずに行くみたい、うん、その時にね、でもうその日の気分でここにしようってやつとか、ご飯とか、いいね、それ超楽しい、行ってみたい、確かに。じゃあ私は沖縄に行くわ。あー、おー、一人沖縄行くか、あとそれか、あの温泉旅行とか行くの、わかります、一人で、一人で贅沢、確かに、一人で食べ終わった、なんか温泉いいですね、豪華なご飯食べて、あー、常に一緒にいたわけじゃないから、うん、めっちゃいい、お疲れ様でした。横浜がやっぱ作詞会も基本一人で参加していました、確かに、うん、作詞会とか、そうだね、一人温泉はした、うん、私まだ全然してないな、一人何々、うん、全然しないよ、何だろうな、はい、うん、カラオケはしたことありますけど、うんうん、なんかご飯一人だったらなんか家で食べちゃいそうでしょ、だから、うん、今ないかな、分かるわ、前もこの3人でご飯食べてたら、確かに確かに、うん、同じ日だから、うん、一人流しそうめん、すごいな、うん、自分でさ竹用意しそう、組み立てて一人で流すってことです、うん、すごい、じゃさ流してさ取る人も自分だからさ、大変じゃないですか、行きます、え、やばすぎすごいハードル高い、いや、じゃあ何、うん、なんだろう、一人まんまる、他に何ある、え、焼肉、一人ラーメン、うん、で、なんだろう、あと一人フェスとか、うん、あ、でも、あ、フェスはね、でも一人の方もいる、いるイメージ、多い、多い、まあ、いるイメージ、コンサート、うん、でもなんかさ、コンサート、あ、コンサートは一人であるな、普通に、私もあります、一人で、でもなんかさ、感想共有
したくなるよね。いや本当そうなんですよね。そこですよね。共有できないっていうそこがちょっとあれだけど、なんか一人で興奮してるみたいな感じです、心の中で。だからなんかいつもなんか心の中なんかめっちゃ溜まってる、ここ入るみたいな。なるよね、わかる。一人海、散歩、散歩、一人プール、一人映画はよく行く。ああ確かにね、映画は確かに映画はよく行く。あ出たね、ベイクあるのマジ神だよねこれおかしいですよね同じことやってた、一回なくなったのに、あなくなった、そうだよ、一回なくなってあれもう食べれないんだこの前で夢出てきたもんお見舞い食べたのガチでガチで本当に美味しいから。でもさ結構さなんかあるんだけどみたいな感じびっくりするからさ、そんなにレアだって。ベイクの良さ知らないですか食べたくなる、それ言われると。え食べたい、 ASMR やりたいベイクでえベイク自身がもうないの？一回なんかもう販売終了みたいになったよね、なくなりましたよね、それで復活したんだよ。へぇー、すごい、マジでうますぎるベイク。おいしい、そんなベイク、まだある？あ、あると思う、食べてみて、なんかそんなに言われると食べてみて。確かに待って、4個ぐらいベイク泥棒だベイク持ち上げて、おもろ、へぇ、やばいマリナ、大きい袋のはある。あ、そうなんだ。あー、なんかあんまりさ、お菓子買わないんだよな。お菓子買うならスイーツ買っちゃう、あー確かに。なんか私アイスとか買っちゃう、めっちゃわかる、アイスとか、あとなんかプリンとか。最近は杏仁豆腐にハマってる。あ、わかります、杏仁豆腐めっちゃ美味しいですよね。わかる、私も杏仁豆腐めっちゃ好きなんですよ。上にマンゴーを使ってるやつ食べてたら、そのマンゴーを白い T シャツにベチャってやってあ、見ました、見ました、なんかあれストーリーでしたっけ、ツイッターかな、なんかであげた気がする。マジでなえた、マジでショックすぎて一瞬動けなかった。なんか色が落ちない、落ちなかった、落ちなかったからパジャマにした。かわいい、いつでしょう、マジでかな、確かにな、マンゴーはちょっと落ちなさそうな気もする、お気に入りだったので。しかもなんかその時食べてた時、お家じゃなかったから、そうすぐに洗えなくて、なんかいやあるでしょうね。そうなんかそのツイートしたら、みんながなんかこうしたら落ちるよみたいな教えてくれたけど、いやそれが手元にないみたいな、辛かった。クリーニング出したらよかった。クリーニング、クリーニング、クリーニングってさ、なんか取りに行くのとかもめんどいですよね。出すっていうのがめんどくさい、ね。確かに、なんかいつも親に出してもらってましたもん。出すとだったら。何してんの？一人で出さない。クレープ、クレープ食べたい。あ、クレープじゃない、グレープ。あ、クレープ。クレープも好き。クレープ大好きです私。コンビニのクレープすらうまい。え、美味しいですよね。なんかありますよね。チョコバナナなんちゃらみたいな。キャッター祭りまであと5分。お、お、あと5分。あと5分ですね。見てくれたまえ。聞いてくれたまえ。聞いてください。緊張したな。しました。え、でもなんかでも一人じゃなかったんで、なんかひなさんいるからまだ大丈夫かな。さやはずっとしっかりしてた。え、してないですちゃんとできてた。え、本当ですか。やばいよ、楽しかったな。ラジオ聞くからね。ありがとうございます。ぜひ聞いてください。もうすぐ始まる日向祭り聞いてきます。ぜひ聞いてください。お願いします。なんかさ、2人のコンビ名をみたいなさ言われましためっちゃ迷ったよねなんか確かに2人のコンビ名なんだと思います。本川、本川ダサ
ちなみにナナミンとアイニャのコンビ名はカベミンらしいです。なんかキャラクターにそう。うん、おもろ。カベミン、カベミンなんか他にあります？確かに難しいか。でもそれでアイニャが言ったのがおおカベ、おカベ。それもそう、2人とも面白い。本当に面白い。カベミンラジコで聞いてます。ありがとうございます。言わないです。県外の方はラジコで聞けるので会員登録をすれば、はい、ぜひ、うん、本当にほんまでよくね。強っ。なんか強くないですか。なんかテニスのペアみたいな。確かに。この人本川は？本川ひなや。本川ひなや。名前。アンジでもアンジでもわかる。さあひなです。大丈夫？さあひな。他に逆にありますか、可愛いむずいよね。サーヤ、サーヒナ、サーヒナ、サーヒナがですよね。一番、あ、じゃあもうそろそろ始まっちゃうかね。というわけで、はい、見てくださってありがとうございました。ありがとうございました。私たちはおしゃべり会なのでリアルタイムできないんで